あのねお母さん覚えてる運動会のお弁当早起きして作ってくれたあの卵焼き美味しかったなまた食べたいなそれでもお母さん初めての学芸会はカエル役間違えちゃって泣きそうだったでもお母さん見つけた途端ほっとしたんだ今だから今だから「ありがとう」「いつまでもいつまでも元気でいてね」「私がお母さんになってもずっと元気でいてね」あのね、お父さん覚えてる一年生の参観日早起きして来てくれたよねきっとお仕事大変なのに嬉しかったよそれでねお父さん本当はね叱ってばかりで怖かっただけど自転車何も言わずに直してくれたかっこよかった大きくて温かい手のひらだったないつだっていつだって見ていてくれたどこかでくじけそうになったら昔のようにしかって今だから今だから言えるありがとういつまでもいつまでも元気で遠く離れ離れになってもずっと元気でいてね遠く離れ離れになってもずっと元気でいてね